目覚める逃げ出すのは誰だ。あ、皆さんこんにちは。ムンチェックパフォーマー頑張りますガンパマサルです。さて、今日なんですけれども、北海道の倶知安町に来ております。はい、そして後ろに見えるのが羊蹄山ですね。非常に綺麗ですよね。はい、でね、この羊蹄山の麓で誰もいない広場を見つけたので、ここで今日はちょっと動画を撮ってます。はい、で今日はね、ムンチェックの技について解説をしていくんですが、今日はこの技、はい、ムンチェックの投げ方、キャッチの仕方について解説をしていきたいと思います。はい、でちょっとねポイントがあるので、それちょっと教えていきますね。今ちょうどやったんですけれども、僕が多分一番やりやすい投げ方は、今やったこういうやり方。足に弾いて、こう。そう。足で弾いて投げる。これがね、一番やりやすいと僕は思ってるんですよね。はい。まあ、他の投げ方もあるんですけど、まずはこれについて解説をしていきたいと思います。うん。で、僕、ずいぶん前なんですけど、こうやって太ももで弾くっていう技をちょっと解説をしたことがあったんですけど、これの応用になります。うん、ヌンチャクをというか、まあこの紐の部分ですね、紐とか鎖を太ももに絡ませてるんですけど、絡まった後にまあこうバウンドしてくるんですね、跳ね返ってくる。でこのバウンドするこの勢いを使って投げてるんですね。うん、このバウンドさせて投げる。そうすると非常にね、投げが安定するんですよ。うん、で投げるっていうより感覚としてはちょっと離す感じ、まあ、置きに行くというか、そういう感じなんですよ。なんかグンって投げるっていうよりかは、この勢いをそのままヌンチャクにただ伝えてるだけ。ヌンチャクに勢いを伝えてただ離すだけ。そうするとふわって飛んでいくんですよね。うん、なのでこの投げ方が非常に僕の中ではやりやすいなと思っております。じゃあポイント、はい、さっき言ったようにこの太ももに絡ませて、この跳ね返ってきた勢いをそのままヌンチャクに伝えるだけ。手は余計な力使わなくていいです。うん、でもう一つはこれ投げるときによくやりがちなのが回しちゃう。そう、どういうことかというと、今の結構ぐるぐるぐるって回ったじゃないですか。ぐる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 って回るとキャッチするのすごく難しいんですよ。うん、このヌンチャクの投げ、取るときに難しいのって何かというと、どっちの棒を取っていいかわからないっていうのがよくあるんですよ。で、結果、取り逃すか紐掴んじゃうっていうのがあるんですよ。そう。なので、早く回しちゃうと、ああ、どっち取れよってなっちゃうので、まずは、あんまり回転させないっていうのがポイント。うん、で、おそらく、見てる方気づいてると思うんですけど、投げたときに、綺麗にヌンチャクまっすぐになってるんですよ、これ。ちょっと離れてみましょうか。と、こういう感じ。そう。この遠心力ね、両方引っ張り合う力がかかってるので、こうぐるってきれいに回ってるんですよね。そう。なので、その遠心力をかけつつ、あんまり回しすぎない。っていうのが投げるときのポイントだったりします。よいしょ。で、次に、キャッチするときのポイントなんですけど、キャッチするとき、大体みんなこうなると思います、多分。こうなるんですよ。そう、そうですよね。落ちてくるものって大体人間でこう取りますんで。なので、やっぱりヌンチャクもこう取っちゃう方って結構いるんですよ。で、別にこれでもいいじゃないって話なんですけど、何が良くないかというと、さっき僕やってたのって、勢いが死んでないんですよ。この回転そのまま生かしてるんですけど、今のこうキャッチするやつだと、勢い一回死んじゃうんですよね。そう。なので、この回転をそのまま生かしたい。とすると、こう取るんじゃなくて、こう取ることになります。やってみますね。もう一回いきます。こう。こういう風に取ります。そう。なので、ちょっと、
パンって弾いちゃったりとか取りづらいとは思うんですけど、慣れてくるとこっちの方が取りやすくなっています、はい、そしてキャッチのポイントもう一つなんですけど、取る方を早めに決めたい。どっちのボールを取るのかなっていう。そう、さっき言ったように、あ、どっちどっちどっちってなると、あのバタバタバタね、なかなか掴みに行くのが難しくなっちゃうんですよ。結果落としちゃう。そう、なので早めにロックオンしたい、どっちかを。で、僕が大体やってるのって自分が持ってるボールを狙ってます。はい、どういうことかというと、もうこれ自分が持ってるボールを取る、自分が持ってる棒を取る。そう、だから1回転するってことですよね。うん。でも、いや、ちょっとこれも難しいっていう人は、まずは半周からいきましょう。ということかというと、こっちの棒、いきますね、ゆっくり。こういうこと。持ってる方と逆。そして、あまり回転させない。これでまず鳴らしましょう。そう。この半回転で慣れてきたら、今の1回転。同じ棒を狙う、同じ棒と。慣れてきたら、まあ、何回転かさせてもいいかなという感じになってきます。うん、で、まあ、投げとキャッチについてはこれでちょっと解説したわけなんですけど、投げ方、今言ったようにここに絡めるのは僕楽だと思ってるんですけど、人によっては振り下ろした後に投げる、これの方がやりやすいというかも。振り下ろしてこの勢いが死んでこう跳ね返ってくる、ここここで投げる、ここで投げる、はい、っていうのとか、あとは例えばこう大きい円か、大きい円、大きい円を描いて投げる、はい、大きい円を描いて投げる、これも勢いついてるんで起きに行く感じ。で、いけるんですよね。あともう一点なんですけど、さっきキャッチするときにこうやって勢いを殺さないようにっていう話をしたんですけど、やっぱりこれちょっと難しいんですよね。なのでその一個前の段階としてこういうのもありです。投げた後にも打っちゃう。そう。投げた後に打っちゃう。そう。こういう風にやるともうキャッチのスキルは上がるので、まあ練習できるんで、こういうのもありです。どうしてもこの回転生かすのができない場合には取った後に打っちゃうっていうのもありなんで、ぜひやってみてください。それでは、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。